浄土宗プレゼンツ朝のひととき。浄土宗プレゼンツ朝のひととき。この時間はロサンゼルスのダウンタウンリトル東京にあります浄土宗本院にお勤めでいらっしゃいます田中光道さんとお送りします。田中さん、おはようございます。おはようございます。はい、今日はですね、田中さんスタジオではなく電話での、はいはい、ご出演となります。ちょっとですね、皆さんも気をつけてくださいね。風邪ひきまして、家から電話で収録しています。お大事になさってください。はい、でもあの風邪ひいてらっしゃいますがいいお話を今日も聞かせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、まずですね、11月に七五三の法要があるそうですね。はい、11月の13日の日曜日、午前10時半から十夜というね、冬の法要があるんですけど、その中で、はい、七五三のお祝いもいたします。はい、まあ、興味のある方いろいろちょっと要項がありますので、お寺の方まで連絡いただければと思います。はい、では電話番号を私の方からお知らせいたします。はい、213-346-9666 213-346-9666 までお問い合わせください。まあ、ぜひお待ちしております。はい、さて今日はね、10月の半ばですよね。はい、でまあ陽子さんはじめ TJ スラジオさんはどうしてもこう赤いエンジェルスの方のお話がいつも多いと思うんですけど、はい、大谷選手を応援してますね。はい、大谷はねもちろん素晴らしいんですけど、はい、まあ、私はあの大変ドジャースが好きでして。そうですよね、田中さんはで、まあ、あのラジオを聴きの方でもお好きな方多いと思うんですけども、はい、まあ、誠に残念ながらこの度ね、今年もまたディビジョンを勝てずにパドレスに負けるという終わり方をしましたね。言いたいことはたくさんあるんですけども、で、あの一つね、私この中で、いい話だなと思ったのがありまして、あの YouTube でね、ドジャーネーションっていうそのファンがやってる、その運営してるサイトがあるんですよ。サイトというか番組が、はい、で試合のことを取り上げて、ああだこうだああだこうだとこうファン同士がこうね、こう辛辣な意見も含めて全部率直にそのファンとして話すっていう番組なんですけど、その中でね、まあ、今回、ディビジョンシリーズ1勝しかできずにパドレスに負けました。はい、でパドレスには実はそのシーズン中の成績はもうめちゃくちゃドジャースが勝ちまくってて、実際には22ゲームも差をつけてね、首位で通過したわけなんです、この西地区をね。でそれでもディビジョンシリーズで負けてしまったんですけども、うん、まあ、その番組の中でドジャーネーションの司会の方が、ドジャースはこの敵として、パドレスのことを十分にリスペクトしてなかったんだと言うんですよ。まあ、例えばこの恒例のね、ディビジョンが始まる前にパーティーがあったりとか、はい、こうムーキーベッツがボーリングやってパーフェクトゲームやったとかまあジミー・キメルのショーに出たとかね、うん、こう LA ならではの華やかな話題がたくさん出るけども、はい、じゃあ例えばレイカーズのコービー・ブライアントがね、このポストシーズン前にこんなことやるかとか絶対にありえないと、まあその番組で言うんですね。はい、でその敵として十分にリスペクトしてないということは、自分も準備が十分にできないしベストも尽くせないんだと、いうことだと思うんですね。なるほど。でこのことは、まあ、僕らの生活の中でも、まあ、目の前の仕事であるとか相手であるとかね、はい、競争相手であるとか、まあ、いろんな対象のものがあると思うんですけども、その相手に対するリスペクトがでないと、やっぱり自分もベストを十分尽くせないんだと。本当にその通りだと思いますね。一つの仕事でも、まあこんなもんでいいでしょと思ってたら準備もしないしベストも尽くせない、うん、だからあらゆることにやっぱり相手に対するリスペクトっていうのはものすごく大事なんだなって思いました。本当にその通りだと思います。あの逆もしかりで、自分がリスペクトされてないなって感じることとかもありませんか？そうですね、ありますね、 それね。そうするとその方とのやっぱりこんな対応するのかお前って言いたくなるよ ね。なんかされてないなって感じると、ね、一気にこう、はい、その方との関わりをこう深めていこうっていう気がこちらもなくなりますよね。うん、恐ろしいもんですよね。でもそれが結局支払う代償としては、はい、まあ、このドジャースの場合は
チームが負ける、はい、じゃあシーズン中の111勝は一体何だったんだと、本当ですよね、テレビを見続けた6ヶ月返せと言いたくなるわけなんですよね。代償があまりにも大きいということですね。確かに本当にそう思いますね。はい、まあですからやっぱり一番大事なのは自分がベストを尽くすことだけれども、はい、そのためには対象となる相手を必ずリスペクトしてないとできないんだなってことだなと、なんていうふうに思いました。本当にその通りだと思います。はい、はい、私もちょっと肝に銘じて、もうあらゆることにあらゆる方に対しての敬意っていうのをいつも忘れないようにしようと思います。はい、田中さんどうもありがとうございました。はい、失礼します。